広市一宮村、通称、ハーシー宮村は、アメリカ合衆国の軍人、実業家。朝鮮戦争に、アメリカ陸軍の兵士として従軍し、名誉勲章受賞者の一人となった。広市宮村は、日本人移民の両親のもと、ニューメキシコ州ギャラップにて、日系二世として生を受けた。地元の中高を卒業した。1941年に、 第二次世界大戦において、アメリカが日本との間に開戦し、宮村は軍に入る、敵齢期に達したが、宮村はアメリカ人ながら日系人であるため人種差別を受け最初は従軍する、ことは認められず、認められた時には戦争は終わりに近づいていた。なお、 ニューメキシコ州にあるギャラップは日系アメリカ人の強制収容の対象に入ったが、地元の市長の反対により強制収容は免れていた。1945年1月、アメリカ陸軍に入隊。宮村は第100不評大隊への配属を志願した。同大隊は主にハワイ内し本土の日系アメリカ人によって構成されていた。日本が降伏して、 第二次世界大戦が終結すると宮村は除隊し、予備役に編入される。そして朝鮮戦争の折に軍に復帰した。あとに1951年4月24日から25日にかけて、彼は第三不評師団第七不評連隊、第二大隊に勤務する伍長として、韓国の大田里におり、 この間の中国人民解放軍との戦闘で英雄的かつ献身的な軍事行動に関して名誉勲章を授与された。宮村はアメリカにおける名誉勲章受賞者のうち初めて国秘に分類された受賞者である。彼は受賞理由となった戦闘の直後、北朝鮮側に捕虜として捕らえられており、後の授与式に際して、 ラルフ・オズボーン順将は、宮村本人と記者団に対して、次のように語った。仮に、彼が多大な戦果を挙げた素晴らしい兵士だということに気づいていたら、赤どもは捕虜にした後に何らかの報復を行ったかも、しれない。そうなると、彼は帰ってこなかった。その後、中国人民解放軍に捕らえられた、宮村は、28ヶ月間もの間北朝鮮軍の捕虜生活を送ることになる。 朝鮮戦争が停戦し、1953年8月20日に解放されるとすぐにアメリカ本土に送り返されたが、体重は47キロに痩せ細っていた。病院で検査後陸軍から名誉助隊を果たす。なおこの後ギャラップに戻った際に大歓迎を受けた。1953年10月にドワイト・ディ・アイゼンハワー大統領が、 ホワイトハウスにて改めて名誉勲章の授与を行った。宮村に授与された名誉勲章の勲記には次のように記されている。H 中隊所属宮村校長は、著しい勇敢、大胆不敵、課せられた義務を凌駕する行動でその名を知らしめた。4月24日夜、H 中隊は敵の侵攻が予想される防衛陣地に所在していた。機関十分隊長の宮村校長は、 部下の身に危険が迫っていることを察知すると躊躇なく、遮蔽物から飛び出し、銃剣を用いた白兵船によって、およそ10人の敵兵を殺傷した。彼は銃兵物に戻ると、負傷した部下に応急処置を施した上で退避を指揮することになる。間もなく、別の敵部隊が突破を試み進出してきたため、彼は銃弾を使い切るまで機関銃で、牽制射撃を加えさせた。 射撃ができなくなると、彼は部下に交代を命じた。文体は浸透していた敵兵を銃剣突撃で、蹴散らしつつ、第二下砲陣地までの進路を切り開き、砲兵らの支援を行った。激しい攻撃の中で、中隊は宮村文体にも撤退を命じたが、宮村は部下の撤退を援護するためにその場に残ったのである。彼は手持ちの銃弾を使い切るまでに、 ひどく負傷しながらもおよそ、そしてその地点が敵に突破されるまで攻撃を続け、彼は血まみれになりながも、その重要な役割を果たし続けていたのである。最後に目撃された時、彼は圧倒的な数の敵兵に対して、果敢に戦い続けていたという。宮村五長の不屈の英雄的行動と義務への、これ以上ない献身は、彼自身に最大の栄誉をもたらし、また、 軍人の輝かしい伝統を守ることにつながった。除隊後地元でガソリンスタンドなどを経営する実業家として成功する。また、現在のアメリカ陸海空軍の将校のテキストには、宮村の事例がアメリカ陸軍兵士の伝統的かつ英雄的な行動として必ず記載されている。宮村は、商位軍人支援団体の ウンデッド・ウォーリアープロジェクトにも名を連ねている。2014年の2世週日本祭ではグランドマーシャルとしてパレードを指揮した。宮村夫妻と孫娘マリサ。スコット空軍基地にて宮村は第二次世界大戦中に日系人強制収容所で過ごした経験を持つ日系人女性テリー・土森と結婚した。彼らは3人の子供と4人の孫を設けた。 孫娘の一人、マリサは、アメリカ空軍の士官である。ニューメキシコ州ギャラップには、宮村の名前にちなんで名付けられた地域が存在する。また、広島市,市、宮村ハイスクールも、彼の名を取って名付けられた。週刊高速道路40号線には、彼の名にちなんむインターチェンジが存在する。これは、宮村高架道路と呼ばれるとも通称されているという。ありがとうございます。